1928年、ロンドンに一つの命が誕生した。後に栄光と波乱の人生を歩み始める。ゴーリン・チャップ。ビシャニン F1 サッカースペシャル336から338画目。彼は幼き頃から機械に魅せられ、在学中全く違った自分だけのオリジナルの車を作り上げた。その車をロータスと名付け、これが数々の輝かしい伝統を誇るロータスの始まりとなった。ロータスビギニング。やがて彼は市販車を改造し、自らレースに参戦した。おーイエス。そして他の、はい、スーさん、ヨシベイさん、ヨンコメさん、ココメさん、クロガネさん、おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。彼なき後もチームロータスの名のも、ダンダンダラダンダラダン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 。はい、8個目さん、9個目さん、おはようございます。ヨシベイさん、ありがとうございます。ワールドチャンピオンシップ。おはようございます。ノーコンキッドさん、おはようございます。 Welcome to F1 Circus World。 ラクサン、 Hello ラクサン。日本の国籍を持ち、チームドラーラのグレードドライバーであるラクサードさんは今季が1年目です。おはようございます。チームメイトの JJ レイトさんとはフレンドリーな関係を保っています。来季はフットワークと契約してます。はい、ワンダさん、おはようございます。現在までの完走率は 93.33% です。彼のことをみんなはこう呼ぶわ。神の使いラクサードって。え、ワンタさん、カズサトシキさん、ありがとうございます。ジャパン、さあ、いよいよジャパン、母国ジャパン。ジャパン、ブラウン、んー、ギアはどうしようか。いや、はいですね。イエス、イエス。うん。おう、イエス。アラン・プロシキさん、ワンダさんがありです。カズサトシキさんがありです。キャラサード、おはようございます。ルドさん、おはようです。サード、さあ母国グランプリにサード初登場ということで、もう大観衆が大声援を送って、もうフリー走行からもう超満員。キャーサード、キャーサード、はい、おはようございます。 F1 グランプリたった10秒。ああ、おい、はい、10万石さん、おはようございます。26個目さん、おはようございます。33個目さん、おはようございます。サイン会用、キャーサイン会、ラクサード初サイン会。ギアどうしようかな、 S ローにしようか。
それにしてもスポット刺さりましたね。スポット行きましたね。キャースポット。店員さんも応援してる。あなたは店員さんですか？どうも店員です。誰の応援ですか？もちろんサードです。はい、ありがとうございました。うわ、細こちょっとカシオトライアングルすごいね。サードの根元が欲しいわ。シロさんおはようございます。スピード乗ってないとちょっといかんね。キャー、夜の左手。サードの左手。なーっと、サード。ああ、ちょっと緩めすぎかな、やっぱりな。キャー。朝も夜もサードよ。おい、あ、うわ、トランパン、ここは要注意しないとね。マテルパン、あれ？もう一回だけ走っとくか。もう一周。鈴鹿、アスファルト5860、ババ、よ。キャサード。キャサード。
これは厳しい。今日調子悪いですね。わらわら。ここは難しいですからね。カシオトライアングルはね。キャンサーだー！みんな特訓したコース何を思って作ったんだろう。わら。ここもう完全に緩めないといけない。キャンサーだキャン。アニューネのフリー走行キャサダおーイエスキャサダまあ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 いいでしょう。キャーサダー40秒。注意は、汚れた気がした。ジュニアもちょっと汚れてますね。シニアも孫の成長を見守っている。ここはもう完走がなかなか大変ですよ。初代はね簡単でしたけど、絶対に勝てるコースでしたけど、ここはリタイアの可能性がありますからね。さあ予選いよいよ君の出番が来たね。ここは確か君の母国だったよね。ここのみんなは君を応援すると思うから、かっこいいとこ見せなきゃ。 Thank you JJ Reds Oh yes アガトダイモン様よ。チームメイトだね。フレンドリーですから応援我々応援おお応援応援じゃなくて応援。さあ、通過グランプリ。40秒切ってる人がいる。すごい、バトレーゼ40秒切ってる。よし。思い切ってウィングをあれにしてもいいね。ウィングちょっと攻めてみるか。ちょっと後ろをちょっと寝かしてみよう。後ろ寝かしてちょっと。キャーサモン！さあすごい体勢。もう予選もうね超前。予選初日サードが出てきました。さあ母国のグランプリということでもう大声援。サード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 サ
さあ鈴鹿を制する者は日本を制すと言われている鈴鹿イエス。さあアタックラップ、レッツゴー、アタック。ワオワオ、はい、ワオワオ。赤ショートライアングル、ここは攻めない、ここは攻めない、まず攻めない。42秒、攻めようとしてここは失敗しましたね。よし、さあ攻めるか。おお攻められた。全然別のために。もう一周。だいぶ受けたかや。42秒、呼んでろ。はい、お疲れ様でした。ラックサード10番手。さあ、暫定ポーラーと先発選手。38秒台がいた。さあ、予選2日目。
選手ではしないですね。ザオ選手と猫が、猫がって今目がかゆかったからちょっと目薬さしましたザオ選手、いや 目をしばしばしてる。目を大事に。さあアタック、思い切ってちょっと、やっぱ曲がりやすいもんか、どうか。これか。え？まさか？キャンバオ？キャンバオ？キャンバ20？キャンバ。謎の朝が合わ似合わない相当さんがあるようです。20だと？キャンバー20！キャーキャンバー20よ。まさか。相当勝っても相当状態がお好きで。キャンバー20の効果バッチリ。これはキャンバー20。おお、キャンバー20だぞ。あのヘアピンもバッチリ。はみ出ない。津田さんあれです。さあアタックラップ、わーおーわーおー、42秒ゴール、もう一人じゃない、さあだ。キャーサーだ。キャーサーだ。おい、ニムさん、レストラップ41秒いけるか。キャーサーだ、41来なかった。赤戸大門さんがありがです。鈴間さんか、鈴間さんじゃなくて鈴間さん。
さあサードの順位は順位までトップはパトレーゼか、パトレーゼが逃げ切るか、最後アレジ、アレジがキャー、旦那旦那は7位、ジェジレイドさんとギリギリ残った予選落ち、モルデビデリータルキーニ選手予選落ち。さあ周回数6周、13周にしときましょうかね。6周じゃちょっと、いや6周でいいの、いや13周にドラマが起きる、ドラマが起こすのか、増えるて、さあタイヤを戻しの、ジャンバ戻しの、ヘイサードインタビュー OK、 My name is Waika ちゃん、from Japanese Fuji Television、 Oh yesHey, you are the first Suzuka Grand Prix, oh yes, Japanese audience, oh yeah, pore pore pore, support Japan, support, support, concentration, support, also, Casio Triangle, support, breakaway, 5 as well. Oh yeah, also, breakaway, Casio Triangle, 20 course, 5 finger, 5 finger skin.Let's try rival, and bam bam, support, and breaking, or try dory, support,light skin on the left. Okay, right one. Individual pole, none course out. Suspension is too bad. Oh, yes. Hey, Alan Prosa さん、72個目様です。はい、ここ鈴鹿グランプリ、初めての鈴鹿グランプリ。ここは、お父さんたちは非常に苦戦したんだけれども、サードはどうだいと聞いたところですね。あ、もちろんここは確かにね、難しいコースであると。でね、特に、ここカシオトライアングルは最後のねファイナル試験、カシオトライアングルは全20コースの中でも5本の指に入るほど超難関な試験だよね。レース中にもライバルたちはバンバン引っかかるほどだ。初めのうちはやっぱりね、コーナーサインが出たらブレーキを使うようにしてライン取りをしっかり覚えよう。ラインはコース中央から右へ切り込んで、死刑に入ったらすぐに左へ切り返そう。死刑の外には醜いポールが立っている。くれぐれもコースアウトしないようにしよう。何度もコースアウトを繰り返すと、サスペンションがすぐにダメになってしまうぞ。これね。サードによるコース解説でした。5本の指入れない。さあ、鈴鹿グランプリ。醜いポール、醜いポールですね。おっと、ちょっとウィング戻しましたね。さあ鈴鹿グランプリ、キャーサラ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 ー、さあパトレーゼ追いかけるマクラーレンゼ。さあサード、さあフラグリアスタート。何台完走できるのか。さあとあとあいやあとととととと。これは赤じゃないの、赤じゃない、ビタイヤないか、赤じゃない。こらーこらーという声。いきなりハプニング。ジェイ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 。ジェイジェイレイドスピン、ちょっとマシン同士が接触あった模様。誰と接触でしたか、ちょっと危なかったですね。さあケスタード、ここから立ち直していきたい、立ち直していきたい、立ち直している。さあトップ先発選手ですね、変わってます。パトレーゼとこ行きます、パトレーゼ6位です。巻き込まれました、何かありましたか、何かありましたね。パトレーゼ何かあった。さあ今先頭集団通過。サードとあんまりどうですか、何秒離れてますか。え、前とコンマスサードあんまり離れてませんよ。あ、そうですか、はい、まだ追いつけるチャンスあると思います。はい、27歳やろ、はい頑張って、はいあれです。67歳の男性の方、じゃ日本での優勝見てみたい、はいあれです。95歳の女性の方、日本での優勝私も見てみたい、はいあれです。35歳の女性の方、私も女性です、はいあれです。さあいろんな方からのオファーが届いています。 OK OK、 サード発揮年か、発揮年みたいよ。ハッキネ何がありました、何かありました、はい、ハッキネムリタイヤ。
さあキャダナアレキボ上がってきた。ああちょっとちょっとちょっと危ない危ない。カーショットレーンが引っかかった。さあ気をつけて気をつけないといけない。カーショットレーンの12番手危ない。いやリタイしなくてよかったですね今ね。さあグージュルミンが上がってきましたね。グージュルミン上がってきますか。はい中盤半濃いです。はいありがとうございました。オーケー。さあ今セナ通過です。セナ速いですね。バンチャン通過だいぶ離してます。セナ離してます。はい。セナが今独走中ですね。あそうですか。はい。初代と違って早いで、あーダメ、あー JK、うわじゃカペルだカペルだ、カペルがリタイア、カペルどうしました、カペルなんかねなんかスピンしたって言ってました、はい、カペルですね、さあ2代目のリタイア、鈴鹿が牙を向いた、鈴鹿じゃなくてサードの牙を向いたんじゃないでしょうか、あそうですか、はい、あーとエリックマンデポールリタイア。リタイア続いて3台目のリタイア。さあベネトン勢が5番手6番手来ましたね。しかしジュニアのタイムじゃない、ジュニアでサードのタイム上がってませんか。サードのタイムまだ上がってませんね。12番手変わらずサード一生懸命走りますけどね。いかんでスピードが、はいおはようございます。 F1 グランプリ A チャッパー。セナとサードどれくらい離れてますか。いやもうこれは地球一周分くらい離れてます。そんなに離れてますか。はい。ここでしかしサードベストラップ、前の3秒差縮まってきた。後ろとはもう5秒差。サード独走中、12番独走します。はい98歳の男性の方、サード頑張れ。はい、ありがとうございます。25歳の大谷の嫁さん、私は大谷の嫁です。キャー大谷の嫁です。サード頑張れ。はい、ありがとうございます。あなたは大谷選手の嫁さんですか。はい、大谷の嫁です。誰を応援してますか。サードです。はい、ありがとうございます。翔平さんとどちら好きですか。翔平は全然私のこと興味ないんでサードです。はい、ありがとうございました。興味ないのに結婚するしますか。興味ないとか好きだった好きになりました。あ、そうですか。はい。さあ、おっとウィリアムズがセナ独走だったんじゃないんですか。あ、今ねセナが抜かれました。ちょっとハプニングがあって周回遅れに絡みました。あ、そうですか。はい。その3人あのパトレーザーが。抜きました。サードは今何位だ。あ、あなた板尾の嫁さんですか。どうも板尾の嫁です。はい、あれです。誰が言ってますか。はい、サードです。板尾選手とはあの仲いいですか。仲いいです。はい、ありがとうございました。はい、おはようございます。 F1 グランプリいっちゃかーい。さあ先頭集団を早くももう通過してます。サード現在12番手。キャーサード声援むなしく。サードまだ12番独走中。さあ現在ポールポジションのパトレーズがトップですね。また4秒6秒差に離れた。ハイギアの方が良かったかな。キャーサード後ろとは87差。後ろは離してますけど前に追いつけない。前に追いつけない。サード前に追いついて。サード
さあ今アレジがホームストレートするか。キャーだなー。あなた国民ですか。どうも国民です。国民誰応援してますか。サードです。あ、旦那じゃないですか。いや旦那も応援してますよ。残り4周じわじわと離されていっているサード。12番手独走なのか。キャー12独走。後ろとはもう10秒差。独走体制サードさ、独走体制。独走。しかし独走しているのは12番手。ビットはね、もう入らないみたいですね。誰も入りません。もう用意するのがバカらしくなったんで、ちょっともうね、もうみんなピットから撤退します。残り3周です。あ、そうですか。はい、もうピット入んないなっていうことですね。もうノーハプニングです。ノーハプニング。ハプニングないですか。はい、ハプニングない。あのヘアピンでだいぶ引っかかってますね。カシオトライアングルでは誰も引っかかってませんね、今のところね。一回前中にサードが引っかかったぐらいで。吉住さん、ここでまさかの雨は来そうですか。雨降りませんね。雨 50%。 はい、残り2周。さあ先頭集団、あーっとちょっとね、集中力切らしましたね、サードね。もうちょっと追いつけないし、後ろからも追い上げがないということで、集中力完全に切らしてますかね、サードね。ミスが出ましたね。あ、トップワンちゃんになってます。トップワンちゃん、どうやって抜いたんですか。あ、こうやって抜きました。はい、さあ、サードも今ファイナルラップ。さあ、おっと、もう上位団子でマンちゃん優勝。マンちゃんが鈴鹿制覇。マンちゃんさんのベルがバトレーゼとマクラーレンのウィリアムズで独走、独占。5番手ブラッドルとはだいぶ、今ブラッドルゴールイン、ダンダゴールイン、ウージェルミンゴールイン。さあ、期待のサード今やってくる。シューマハリ五輪、ガショウも五輪。サードが今五輪。諦めずに走ったサード12番手。はい、今日の旦那さん93個目さん4個目さんおはようです。嫁さん、金死にしか興味ない。私はね、全く金にも興味なかったんです。画像釈放されてたんですね、この頃。わら、ガシを捕まってたと。見事マンちゃん優勝。おはようございます。猫じゃらしでおはようございます。大谷選手すら知らなかったってことですね。大谷、のことも知らなかったし、野球のルールも全く、野球に全く興味ないから、あんた誰みたいなこと言ってね。それで大谷さんが好きになったらしいですよね。え、俺のこと知らねえのかよみたいな。なんだこの女、俺のこと知らねえだとみたいな。それで興味がね、全く興味ないということ。マシンの力を十分出し切れないまま終わりましたが、上位に食い込むのはそう時間がかからないで、上位に食い込むのも優勝してますけどね、今年ね。嫁、計画通り。で、大谷さんが興味持ったということね。わらわら。あ、まだお父さんの記録残ってるね。お父さんの記録が残ってる。お父さん30 ジュニアに塗り替えされてるけど、まだ3位に入ってる。さあ、ここでマンちゃんがベルが上回ってトップに立ちましたね、これね、ランキング争い。さあ、今何戦目ですか。4戦目で、ここでマンちゃん再び首位。ベルがちょっと先生なのは厳しいですか。はい、ヤコウメさんはやです。おじいちゃんがね、おじいちゃんまだおじいちゃんの記録を残ってますね。さあ、コンストラクターズもこれまだ分かりませんね。
バーから誘いが来たが、私はすでにフルウェイブと契約しているのだ。今度はオーストラリアへ出発する。サーキットの半分が市街地となっている。市街地となっているのが特徴だ。雨がなければ素晴らしいのだが、降水確率高いの、ここ。World Championship in Australia. Going Australia.雨が降ることで有名ですね、アデレード。アデレードは雨が降ると。吉住さん出番ですよ。雨が降ると大体大荒れのレースになりますね、アデレード。アデレード雨が降ると。降水確率は、はい、50%。 キャー、わお、なんだ、うわグラフィックは良くなってるけどちょっと見にくい。初代は簡単だったんだけど、ストレートは変わってない。このロングストレートから、くねっとくる、くねっとくる、レッドコーナーからのくねくね、レッドコーナー遅い、ロジキライトコーナー、そしてロングストレート。本日のリアルアデレードは晴れと曇り、気温24度、向こうじゃ少ない季節なんですね。あ、そうなんですかね。向こうはね、冬の時期に確か夏なんでしたっけ、日本はね。42秒、今から秋ですね、向こうは。今から秋ですか。あ、上ダーブ、予想は当たってるんですけどね。そしてリアル F1 のバーレーンはラマダンの都合で土曜日ですが、決勝レースがラマダンの都合に合わせるな。さすがバーレーン。のが遅いと、ここはバーン、キャー、最下位。落とすのが遅かったですね。まあいいでしょう、ここは。The first practice. サイン会、逆まばらでしたね。美女でも見つけちゃったかな。いや、まさかあそこで来るとは思わなかったってことですよね。キャー、
さあ、OG ビーフ、OG 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 ビーフ。キャーサーだー。さあ、予選初日。あれぐらい落とした方が確実。キャーサーの確実。キャーサーだわーおーわーおー落としすぎか、落としすぎだ、キャーサーだー、落としすぎー、ちょっとサードビビってますかね、あそこね、一回引っかかりましたからね。42秒、さあ、ストレートからキャーサーだー、サーだー、あぶねー、42秒、キャーサーだー、キャー、42秒03、41秒、いけるか、41秒いって、私も行かせて、キャーサーだー、41、41、さあ41秒いけるか、いくわよ、あぶねキャーサーだー、40秒いかせて、38、39、40、41、うー、なんとか41秒、まあサードはね、まあ優秀なやっぱりね、アスリートは浮気しても良いという法律があればいいですよね、まあ、いろいろね、優秀な DNA 残さないといけないから、さあ突破、すいません、だからサードもね残していいと。大谷選手ももちろんね、今結婚されましたけれども、大谷選手もあのね、あ、優秀な DNA、 大谷さんの DNA を残さないといけないから、やはり優秀なね女性アスリートだったら浮気してね、とにかく小種をどん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 増やしてね、大谷さんの優秀な DNA を残してほしいという思いが皆さんあると思いますよね。さあ、暫定ポールは先場選手、いきなり初日から先場選手、ね、イチロー選手もどん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 浮気してね、どんどん小種を残してほしい、いろんなね、できればアスリートとね、やっぱりこう女性アスリートとね、アスリートに小種を、できれば吉田沙保里さんがいいですね、吉田沙保里さんと大谷さんだったら最高の最強の子供ができるんじゃないかというか ね、 ね、そう、何か
今ね、着外なんだっけ、なんかね、チケット問題発言ありますから、しっかりともうジュニアとかサードとかはね、いっぱいこう子供を残してほしいというね、発想が種馬なんだよな、世の女性のこの願望がありますね、やはりね、ジュニアを独り占めしないでみたいな、サードを独り占めしないでみたいな、さあ、もちろんキャンバー二重にしてくるのか、いや、サスペンションを変えましたね。吉田沙織さんとか谷さん改めてすげえって思う、うん、キャバ20あんまり刺す、これアスファルトだからな、ハードマンにしたけどすぐタイヤが傷んじゃいそうだからちょっとここはキャーなんですって、キャンバー20、キャンバー20タイヤ持つのかよ、サードもジュニアのドナを引き継いだ一人に過ぎない、うん、いやもうジュニアはなぜかね残してほしいって女性は言いましたけど、僕は一人の女性しか愛せないんだっていうことでね、ジュニアはすごい一途だったということでね、えすごいジュニア真面目ね、さすがジュニアよ、未来のために犠牲なんだ、もうだから谷選手とね、タワラちゃんの子だったらすごいアスリートが出てくると思いますよ、すごいキャーすごいアスリート、あなたタワラさんですか、どうもタワラです、ジュニアでも金、サードでも金、はいありがとうございました、ジュニア金じゃないんですけど、あ何ですか、ジュニアでもポール、サードでもポール、はいこれですね、はいありがとうございました、タワラ選手でした、アデレードの種馬となれ、ちょっと落とすの早いかな、キャーサロー、アデレードの種馬、42秒、オッケー、おわお危ないサード、40秒切れるか、40秒切れるわよサード、あパシャッパシャッサイン会よ、飛んだサード、サードはこれでワンワンでいいですね、ちょうどワンワンでナンバーワンナンバーワンでね、えらいこっちゃ、タイムアップ、まあ12は3の倍数ですからね、あ3の倍数ですからまあいいでしょう、ジェシーレイドさんギリ残った、うわぁ、20周はちょっと長いね、これ10周にしてもね、エスポノーラ、いや、オーストラリアだから、オーストラリアの AU でね、アウトモビリスタがいいですよね、爽やか、どんな順位でも褒めるラックス一族、さあタイヤ戻して刺す、キャンバー10、 Hey サード、インタビュー OK? Oh yes、 Hey you are サード、オーストラリアギル、オージービーフ、you are deliciousOh yes, Lux OG beef, oh you very delicious, oh for it. Scrumba, red sign, or axle, or Kijaragon, axle, or speed, corner by barriers, for driving, or so bad way, 1, 2, 3, okay today. Oh, you are, oh, and wildfire, I just waited for it, what's the sign guy, or support it? Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, but vegetable, I support it, I support it. Thank you very much. Hi!、Hey.
ラクサー選手ね、初めてのオーストラリアどうだいと聞いたらね、はい、素晴らしいオーストラリア、このコースでね、ぜひともね、いい順位を狙いたいと言ってましたね。それから、走りのポイントとしてですね、まず最初のこの S 字コーナーが、大事だねと。このコーナーは飛び込みが肝心だね。まず右の赤サインが出たらアクセルを戻して、そのまま左コーナーをクリアする。この瞬間にアクセルをオンにすると、次の右コーナーは加速をしながら適正なスピードでクリアできるはずだ。コーナー後のバリアに要注意だね。このコーナーはミスをすると出口に控えているタイヤバリアに突っ込んでしまう恐れがあるね。通常の壁と違って跳ね返らないので即座にリタイアという事態もあるんで要注意なんだと言ってました。あ、ということで、さっきサーズ選手は自ら、危険を示すためにリタイアしたんですかと聞いたところね、その通りだと言ってましたね。その通り、ここは危ないコースだということを、観客に知らしめるために、わざと跳ね返ったということですね。あ、そうだったんですか。はい。え、さあ危険なオーストラリアグランプリ、まあ、モナコや USA と比べるとね、まあ、リタイアの可能性は低いでしょうけれども、ここはしかし要注意のコース。キャーシャワー、モナコ島でラックスハムを発見しましたよ。スーパーラックスハムやりましたね。さあ12番手からアデレードグランプリ開幕。さあロータス勢に挟まれ、あーっとベネトとロータスが接触、ベッド誰かと誰か、いやーベネトとロータスですね。あーっとプーテンクリタイヤ、プーテン、はい、ございます。 F1 グランプリ in Australia、 プーテンみたいです。巻き込まれました。あーそうですか、ラックスーパーレイジ、オーイエス、あとはラックスーパーリッチの社員の人ですか。どうもラックスーパーリッチの社員の人です。あとベルガーがリタイア、あーこれは痛い、トップアラスポイントランキング、あーパトリックリタイア、これはマンちゃんの一人ガチか、うわチェガリッツで、これ赤旗があるんじゃないか、赤旗は上がりませんか、赤旗ないですね。あーおいこらーおいこらーというシューマーカーの声、おいこらーというシューマーカーの声、おらアグリー、おらアグリー、おらアグリーという観客の声、おらアグリーという、あーアグリーですかね、アルゴリートかもしれませんよ、アグリじゃないですかね、アグリって呼び捨てしちゃいけませんよ。あ、すいません、さあ大荒れのレース、なんもう4台ぐらいリタイアしますね。しかもポイントランキングトップのベルガー、あ、マンちゃん2位のベルガーがリタイア、ベルガーがリタイアということで、あ、アレンジもリタイア、キャーキャットー、旦那もリタイア、うわー、グレイアルリタイア、どんどんリタイア、赤旗上がりませんか、上がりたい、うわー、ミカハッキネンもリタイア、雨が降ってきた、おまけに雨が降ってきた、さあピットだ、ピットピット、ピットピットピット、ピットどうした、あれだ、さあここで、うわ雨降ってきました、吉見さん、雨降りましたね、予想当たりました、鈴田さんおはようです、荒れすぎ、わらわら、大荒れで、その中、雨の中、あ、アルボレートサインが入ってる、アルボレートサインが入ってる、アルボレートサインが入ってる、セガシューマーカーはいいです、いいとして、アルボレートがサイン、このドサクサ紛れに、いや、ドサクサ紛れに言ったら失礼ですよ、ドサクサ紛れじゃないですけど、アルボレートのサイン、アグリさんの同僚が、来年アルボレートさんちょっとね、休み1年休みっていうことになってますから、最後だけちょっとね、あ、セガさんピットですね、あ、まあ、レインタイですね、レインタイに交換します。アルボレートさんちょっと1年休みということですからね、この最後にこのオーストラリアでこう一花咲かせようというところでしょうね。さあ前に、さあ JJJJ Thank you very much、 JJ 譲って11番手、さあサードは、サード初めての雨ですかね、何回かありました、あーっとアグリさんだ、アグリさんスピン、アグリさん、アグリさんスピンでしたね今ね、おっほらほらってこれ、さあトップセダ、ジョニーハマートが2位ですね、セダ独走中、独走ですか、はい、あーそこのコーナーでみんなリタイアしたんですね、魔のヘアピン、さあサードが
安定した走りで前と5秒723、9番手。おい JJ、 おい JJ という声、おい JJ と観客の声、観客の声、危ない危ない。27歳よりファックス4で、はい、ありがとうございます。32歳の男性の方が、あーまー、なんと上位2人でマンちゃんとベルが共にリタイア。これはセナが一人だけか、セナが、おい、こらこら、アグリ、あ、こら、アグリという声、いや、アグリさんが6位行ってる。じゃあ、これはアルコレート、アルコレートですね。アルコレートが、アルコレートが、アルコレート先3位入ってなかったのに、いつの間にここなりましてる。ピット交換でね、タイヤ交換で手間取りました。あ、そうですか。アグリ選手6位、アグリ選手、連携とバッチリ、アグリ選手今通過。すごいことになってます。なんか上位に緑が多いですね。緑が多いですね。はい、ローダース、ベネトン、ベネトンと進みますね。はい。それで、カンペリさん。キャー、旦那、旦那リタイアです。はい、ありがとうございます。32歳の男性の方、なんとか完走してほしい。サード頑張れ、ありがとうです。完走に意義がある、15歳の少年、はい、ありがとうございます。16歳の女子高生、完走してほしいです。はい、ありがとうございます。私の肌は完走中、はい、ありがとうございます。それは聞いてません。はい、ありがとうございます。27歳より、32歳ちょっと多いですね。来た、32歳ばっかり。あー、シューマッハが、シューマッハリタイア。まだシュー入ってますけど、これ順位変わりません。8番手、残り4周。これ20周にしたら誰もゴールできないじゃないの。モナコとかもでもだけど、さあ、しかしセノ選手安定します。セノ選手安定しますね。周回遅れ注意ですね。あー、リタイア何台だこれ。わかりますリタイア台数、わかりません。はい、わかりました。あー、これ選手 4番手まで上がっている。あー、グーリー、あー、グーリー、グージェリブックも上がってきた。7番手さん前で読むさん、さあサードもなんとか入賞いけるか。さあ、追い上げ、残り3周。カペリとはそんなに差がなかった、4秒差だっけ。さあ、来い来い来い。さあ、あどうか、もんかもんかもん。さあ、あとセナピット、セナピット、セナ何がないの。タイヤ交換ですね、タイヤ交換。なんでタイヤ交換ですか。なんか、あ、はみ出たんじゃないですか。さあ、セナがタイヤ交換でタイヤ、さあ、見えた見えた見えた、前が見えた、前の間、さあ、カペリ見えた、カペリ見えた。さあ、さあ、来た来た。さあ、あどうかもん。さあ、来たー。さあ、前はアグリ、アグリとグジルメン同時。さあ、残り2周で1秒差。さあ、さあ、アグリ選手に追いつくか。さあ、どう、来た来た。さあ、さあ、どう、さあ、来た来た来たー。前はグジルメンか、グジルメンか。さあ、セナ、ファイナルラップ。あー、セナリタイア、セナ、あー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 、こら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 、あーこらこら、うわすごい、うわーうわーうわー、ジェイジェイレートリタイア、なんということだ。うわー、アルモレートリタイア。いや、これはサードが起点になってすごい波乱が起きました。結局ジョニーハマーとかセナも全上位陣詰めてリタイア。さあ、まだサードチャンスある、チャンス、おいこら、おいこら、すごい、グージェルミンがスピン、モルディミンが入ってきた。これで見られる、4番手に、4番手にアグリ。さあ、サバイバルレース、誰が生き残るのか。さあ、アグリさん、奇跡の4番手。アグリさん、追いつけなきゃ、いや、プラントル、ゴーリー。アグリ、来た、来た、アグリだ。さあ、追いつけるか。オッケー。さあ、最後のファイナルコーナーでかわして4番手、サード。アグリさんも入賞。すごい、大波乱のオーストラリア。パチパチパチ。パチパチ。あれです。いやー、セナが安定した走りだったのに、いや、1台クラッシュしたらみんながクラッシュして、結局ジョニーハマートが優勝。
ブランドル亀ちゃん、サードアグリがやりました。感想8対いやこれは失格になってるのは、ロータス87年のデトロイト以来の優勝。感想は時代。すごい。パチパチパチ。荒れた、大荒れでした。ということで、おっと、ランク選手、表彰台を惜しくも逃しましたが、見事入賞です。次回のレースは目が離せません。嵐のアデレードでした。感想半数以下。ジュニアが、ベストラップは38秒。これはひどいすぎる。わら。さあ、これは上位3名や4名みんなリタイアしてるから。さあ、選手 5番手まで来ましたね。5番手。ストリートレースと言われる以外考えられないシチュエーション。うん、ラック選手これ。環境が8台という凄まじさ。ワンチャン3位がありますよ。さあ、最後は USA にしたんだっけ。ザ・ベンチュリーから誘いが来たが、私は契約してるんで断りした。冗談から来た。マッチョマン。どうしても、いやもう契約してるって言ってるじゃないですか。契約今さら破棄できませんから、どうしても。さあ、いよいよ最終戦 USA へ出発だ。今シーズン最後の戦いが今始まろうとしている。魅力的だったのかも。わら、3個の例、3個の例で。ダパンプも応援に来てますよ。ダパンプ来てる。あなたダパンプさんですか。どうもダパンプの音、あのイッサです。あ、イッサさん、誰も応援しない。もちろんサードです。なんかもちろんって言ってからだいぶ曲がりましたけれども、気のせいです。さあ USA、 ジュニアって言いそうになりましたか。わら。ジュニアって言いそうになったのかもしれませんね。うん。中国戦は先祖代々不得意な歌ですか。さあ、USA はね、まあ初代から結構難しいコースですから。左ピートフェニックスですね。昔に宮崎にあるウサに行ったことだ。 USA カモンベイビーアメリカン、カモンベイビーラクサド、お前の速さが危ない危ない、お前の速さが見たい。思ったよりちょっと道幅もそんなに広くない。この頃に比べたらリアルの F1 はアメリカラウンドが3レースもやってます。アメリカラウンド3ラウンドもやってた。もうちょっと、意外とここの直線が長い。今年の日本国は4月と来ました。昔はアメリカ西とか開催されてたようです。4月、アメリカ西とかあったんですか。42秒。わお、リアルタイムが大変ですね。40秒。リアルタイムでイメージをかなりよりに変えていきを託すが
まあまあ仕事の関係でうまいことね夜中に行ける人とかね、ちょうど生活リズムが F1 に合ってるみたいな。逆に日本グランプリの方がちょっと起きられないとして。うん、まあ、このようにそこまで難しくないですね。ワールドカップのリアタイは地獄だったな。サッカーワールドカップね。日本グランプリ、マセナプロ時代の 1,3 くらいまで集客落ちてるんですよね。ああ、3分の1になる。だって昔3倍あったんですね、今ね。36秒次のワールドカップはもっと地獄かも。次のワールドカップどこでしたっけ。ベリーソフト。合同開催。そういえば来年サードはクビになったんですか。サードはね、フットワークですね。アグリ選手とアグリさんとコンビを組むことになった、はい、キャーサロー。さあ、イッサさんの声が響いた。今のイッサさんなんですか。はい、サード。キャサード。さあ、タックアップ。23秒。キャサード。キャサード。キャーサード。キャーサード。ああ、いろんな方からも USA にもサードファンが増えてます。まあ、ジュニアの息子で鳴り物入りで入ってきましたからね。しかし初年度でいきなりワールドチャンピオンを取れるほど。F1 の世界は甘くなかった。キャーサード。キャーサード。七光もう返上ですね、この速さでね。40秒ぴったり。おっ、ぴったり賞てってれってん。ぴったり賞、ぴったり賞のサード選手には商品が贈られます。40秒、ジャストジャスト。あ、あとはラツンクのさんですか。はい、どうもラツンクの2人です。ジャスト。はい、ありがとうございました。39秒。乗ってきた乗ってきた。キャーサード。
惜しい。タカさんがありがとうございます。タカさんおはようございます。さあ。おー、5万点素晴らしい。おっと、もう、ちょっと延長しとかないと入らないです。さあ、初日は先発選手。さあ、セナ選手、最初からエンジン全開ですね。ラストレース35秒。さあ、来た来た来た、キャンパー20!キャンバー20。キャンバー20。さあ USM キャンバー20ゴール。キャンバー20。嘘だろ、キャンバー20かよ。キャンバー20。キャンバー20。はめ出たか。キャンパー20。キャンパー20。さあ、アタクラップ。遅れた今遅れたと思ったちょっとキャンパー20だからちょっと遅らせようと思ったらかなり遅れてしまった。キャーサード大丈夫か。サード大丈夫か。あー、い大丈夫ですね。大丈夫でしょうか。体は突き刺さりましたけども見事にかなり刺さりましたけどもね。体大丈夫でしょうかね。農協議員さんおはようです。九州の長丁場イエス。イリュージョニスタ、イリュージョニスタ起こせ。 Hey sir, interview OK? Oh yes. Hey sir, you are、body check OK? Body check OK? Oh yes, OK、your health、minus OK? No, 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 my health、plus plus OK? Oh yes, OKSpore, Nakunakune, okay, pore, pore, the spore, echo, no, 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 propolis, the power, shape or USA, okay, you are knowing, 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 no, 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 that's propolis, that's right, that's right, USA, okay, hey, thank you very much. はい、体の方はね、ちょっとね、今、リタイア、突き刺さりましたけど、大丈夫かと聞いたところね、大丈夫だと、問題ないと。ごめんなさいね。ここはちょっとね、かなり難しいコースだけども、勝てそうかいと聞いたらね、もちろん勝てそうだと言ってましたね。で、コースの解説はどうだいって聞いたところね、まずね、ここの USA の基本は基本のリズムを覚えようということですね。USA コースはね、マップを見るとくねくねしていてとっても走りにくそうだが、それぞれのコーナーの雰囲気、まあコーナー角にそれほど違いがないんでね、次のコーナーが右か左かを覚えるだけでも走りがかなり変わってくるね。このリズムをつかめたらセッティングをもう一段階早いものにして、チャレンジしてもいいんじゃないかなということですね。 Thank you very much. OK. さあ、キャンバー戻した。キャンバー戻しましたね。レッツゴー。大盛況。マルト予選はいい順位なんで。さあ、最終戦です。今シーズン最終戦。ワールドチャンピオンの行方は、マンちゃんかベルガーか。どうも、イサです。さあ、頑張れ。はい、ありがとうございました。カーボンベイビーサード。サードが走ればみんな笑う。はい、ありがとうございました。さあ、笹岡監督どうも、朗希です。
かなこです。今日誰も呼ぶんでくれないから早いです。あーブランドルリタイヤ、いきなりブランドルリタイヤ、いきなり犠牲者、 USA 最初の犠牲者ブランドル、こらーということで、トップセナですね。さあ今マンチャーとベルガーが2位と3位ですね。マンチャーが逃げ切る、まあ、マンチャーベルガー逆転の目もあります。おいこらー、あーこらこら、危ない危ない、危なかった。大丈夫ですかね、大丈夫だ大丈夫です。危なかった。キャーサード27歳より最後ね、はい、ありがとうございます。32歳の男性の方、男性優秀の美を飾ってください、ありがとうございます。42歳の女性の方、私も優秀よ、はい、ありがとうございます。65歳の男性の方、最後はあの優秀で飾ってください、ありがとうございます。さあベルガーファンの人も、15歳のベルガーファン、ベルガー優勝、逆転優勝頼む、ありがとうございます。17歳のマンチャンファン、私はマンチャンファンです、はい、ありがとうございます。あー、ジョニーハンマーズリタイヤー、あー、あらららら、ほら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 、うわー、なんかすごい、うわー、モルテフィンモディアンリタイア、あらー、チェンジレートもリタイア、あー、危ない、エンジプロ終わりましたね、エンジプロもあった、終わりだ、またリタイア続出。いや、マンちゃんトップ集団、先頭集団ってた、いや、その間にセナベルがまくられてるワッツです、まくられてるワッツ、わー、セナセナリタイア、うわ、何がやりました、ベルガーズ選手がしました、ベルガーズ選手、いやいや、マンちゃんにやられました、マンちゃんにやられた、どうなってるんだ、マンちゃんにやられたのか、すごいことが起きている。上位は大原、上位のレースを見たいところですけども、カメラはサードです。うわ、すごいことになってる。上位陣が今ホームスレートがサードと何秒差ですか、サードとはかなり離れてます。追いつけそうですか、いや、ピット入らないと無理じゃないですか、これ誰かピット入ってください、ピットリポーターなんですけど誰もピット入りません。さあ今サードが通過2秒差、前まだ追いつける、残り5周、前団子になってませんかね、前は団子ですか、団子じゃないですか、ウイングはね、あんまりこう壊れにくいですね、まあ、もちろん大きな接触だと壊れちゃいますけど、初代みたいに一発接触でね、すぐ黄色になるってことはないですからね。お、収穫くらい珍しい、なんか今年初めてかもしれないね、このスペシャルになって周回遅れ出てきたの、周回遅れが登場、周回遅れ気をつけて、危ねえ危ねえ、周回遅れこんなとこで、周回遅れ、ベルガがトップですね、ベルガ逆転か、ベルガ逆転、ベルガ逆転で2位がマンちゃんだと3点差ですから並びますね、いや4点差か、逆転か、逆転で、あーっと、コマスみたいや、周回遅れをコマスみたいや、最下位でした、10ポイントと6ポイントだから4点差だから逆転ですね、ベルガーなるか、ベルガー逆転優勝か、ドラマチックベルガー、キャー、ドラマチック、ドラマチック、あー、パンちゃん、抜かれてシューマンハンドが出る、シューマンハが微動させたか、ベルガーとワンちゃんの争いにシューマッハが微動させたか、シューマッハがトップになってます、さあどうなってしまうのか、あ、後ろから誰か来た、誰か来ましたね、さあファイナルラップ、
あぶないあぶないあぶないあぶねこれあぶねこれ足まみとワンチャンスしベルガラ抜いてった。あぶねこらんて観客の声。いや今ねサードが水差すわけにはいかないからね、譲ったつもりなんですけどもね、サードの横を抜いてきました。先頭のマンちゃんとベルガ、マンちゃん再び抜き返している。ファイナルラップ、あーっとベルガ逆転、ベルガ逆転だ。最後にベルガ逆転してる。ファイナルコーナーでね大逆転がありました。ファイナルコーナーで大逆転、熱いドラマ、ベルガー逆転、ドラマが起きた。さあ6台全員今ゴール、びっくりした今。さあさあもうすぐゴールが近づいてくる。サード堂々13位完走。ふー、あれゴーストですね。なんでワイカワちゃんがリポートしないんですか。これだけ良い走りでも13くらいか。完走した完走、見事完走、ベルが逆転、6台リタイアですね。荒れたレースになりました。さあ選手健闘も無駄しく13位に終わりました。次回に期待しましょう。ピットからなんてね見えないですよ。いやもうモニターがあるんじゃないですか。40分36秒出さないと勝てないところですね。ここはね36秒台でベルガーが逆転、1ポイント差で決まりました。サード選手は結局5番、まあしかしねベスト5に入ったんで堂々のデビューねイヤーじゃなかったんでしょうかね。デビューイヤー堂々の5番手。コンストラクターズはマクラーレンが122ポイントと唯一の100点台で優勝。ベルガーも逆転。ワイカちゃんピットで拮抗縛りされてるんですか。ベンチリーから来たら、あ、ウキオさんがね、ウキオさん全然予選通過しないね。コングラチュレーション、ベルガー選手念願のワールドチャンピオンに輝きました。ウキオさんが駅のシートが4までのメンツがすごい。神の使いラックスサード君、今日で君とも別れた、長い間ありがとう、君にはこれからも頑張ってほしい。それじゃ、いや短い間ですけども。まあありがとうございました。はい、神の使い、それじゃ神の使い、オーナーすっきりした顔ですね。オーナーすっきり、いやいやいや残念って言ってください。イエー、青空の下で白いゲレンデを気持ちよさそうに滑っています。イエス、全然もすっきりした感じでした。生成してますね。スキーだい、おっと、ね、彼女とラックサード、彼女いるんですね。彼女とスキーに来ました。彼女とスキーに来ました。さあ、いよいよ待ちに待った開幕戦がまた始まろうとしています。今年もドライバーたちの熱いチャンピオン争いになるでしょう。2年目です。一緒があれでした。今じゃ契約上できないシーズンオフのスキーイベント。なんだか今年はいい年になるような気がする。いよいよ開幕戦だ。チームが一丸となって今年を頑張ろうじゃないか。さあ新しくオーナーさんね、2人とも優れたドライバーだが、どちらを君のパートナーとして選びたいの。もちろん日本人ドライバーのねアグリさんで OK。 ラックサード君のパートナーは鈴木アグリ君だ。仲良くしてやってくれ。さあコースプログラムどうしましょうかね今回。メモっとけばよかったね。このゲームだとそこまでね、中堅どころですかね。中堅どころですね、うん、総合では C クラスですね、はい、エンジンが V10、信頼性三角、総合評価 C、
今回は中堅の中でもトップクラス入りかと思われていたフールウェーブチームだが、今一つパッとしたマシンではないようだ。ギアのつながりも良くなく、信頼性にも欠けるので総合 C クラスに甘んじてしまっている。日本国籍のドライバーがいるので、そちらで応援しようということですね。はい、そういう感じになってます。ダラーラよりはいいと思いますよ。ダラーラさんはね、ほとんど下位チームと言われているが、同じクラスの他のチームよりギアのつながりがいいところがこのマシンの長所。フェラーリチームと同じエンジンを積んでいながらこの状況は悲しいが、中低速サーキットでこの特徴を生かすことができれば点々辛いかもしれないがということですね。総合評価 D ということで、フットワークさんは C なんで、はい。前年に伝説のポルシェ V12 エンジンに大金積まされてどえらい目にあったので、まあ、今回はどうしましょうか。あ、今回全然やってないですね。スペインヘレスとこれ入れましょう。この4コースね、4コース入れないといけない。4コースアウトで、スペインはだからまた開幕部、フランスは普通にしろ。あ、フランスにはポールリカール入れてね。フランスもポールリカール入れてで、フリーテン、あとどれ外しますかね。こうなるとスペインが、あ、アフリカがあるね。アフリカはね、アフリカどこか入れられてるかね。アフリカとどこかやるかね。アフリカを入れて、アフリカ日仏はまあ実在しないからいいか、入れなくてね、普通にね。まあ時々たまに入れてもいい。んー、じゃあスペイン、フランスをこうね、全然入れてないやつを着てからこれで入れますかね。となると、あ、ジャパンとオーストラリアが入らない。あ、バルセロナ、サウスアフリカはの代わりにどれ外そうか。キャナダとメキシコどっちだろうな。 USA をサウスに変えますかね。じゃあね、USA をサウスに変えるか。じゃあブラジル、サンマリノ、モナコ、キャナダ、メキシコ、これでいいですかね。はい、じゃあ今回この16戦でいきましょう。よう、君がラックスサード君かい。確か僕と同じ日本人だったよね。君とはうまくやっていきそうだ。君のお父さんとも仲が良かったんだよ。僕は電気系統を見てあげるんで、よろしくな。どうも、父がお世話になりました。よろしく。 Thank you。 あれ、サナドの新マシン、おばけじゃないですね。ははははは、仲良かった。サウンアフリカ、レギュレーション、フレンドリーだね。フレンドリーだったよね。レギュレーションは変えなくていいんだよね、別に。毎回やりますよね。はい、1年目結局どうなってたのこれ。優勝はサンマリノ、ハンガリー、ベルギーだよね。そうだよね。あ、スペイン、バルセロナ、ポールポジションだ。うわー、スペインバルセロナ外しちゃいけなかったね、これはね。君のお父さんには何回も撃墜されたよ。ヘレスの結果次第だけど。わらわら、あ、バルセロナいいじゃん。すごいバルセロナよかったじゃん。バルセロナ外しちゃいかんね、これはね。サンマリのハンガリー、ベルギーも外しちゃいかんね、これはね。あと何、メキシコも受けるからね。ちょっとメモっとかなきゃいけないね、結果をね。メモしときましょう。メモしとこうね。はい、というわけで、はい、ご視聴ありがとうございました。ピシェニン F1 サーカススペシャルは毎週土曜日やってます。また来週でございます。はい、おでした。来週から2年目、また来週。おでした。
スペインとフランスはコース交渉の関係上、交互開催の噂が。はい、オです。オでした。オツ、オでした。オツでした。オでした。オツ、オでした。オツオツでした。オでした。お昼後は新番組でまたお会いしましょう。お昼後は新番組。はい、オでした。